です。はい、ちょっと今日はカッコつけてロックベースを弾いてみました。ちょっと前にレッスンを受けていただいたあの方にですね、こうやってベースを歪ませていろいろやってましたねみたいな、あれどうやってるんですかっていう質問をちょっと受けたので、こういう動画を作ってみました。これさっき弾いたのはあのエアロスミスですね。エアロスミスの、Eat the Rich っていう曲、 Eat the Rich ですね。 Eat the Rich で、これが結構あの僕高校生の時にちょっとコピーしてたですね。エアロスミスその時やってたんですけど、かっこいいリフ、あの本当あれギターからスタートして、さっきのはギターがやるんですよね。で途中からベースが入ってくる。でこうあのっていうイントロなんですけど、僕はもうそこへこれね、あのまた後で、ちょっと種明かししますけど、まあ、これをやって、でギターが最初に入るんですけど、あのトゥルトゥートゥルトゥートゥルトゥートゥートゥートゥっていうのが入って、トゥルトゥートゥルトゥー、ベースはここから入る。あのこれはハンマリング前ちょっとやりましたけど、これレからレミソ、ちょっとこういうちょっとダサいんですけど、ね、レミソレミソ足でシラドルドラシで、ここがちょっとブルーノート、ラシで、で B フラットですね。ラシで B フラットスライド、こんな感じで、あとなんか途中で Em っていうコード、ずっと E っていうこの基本 E の曲あのことコードを弾くやつがあるんですけど、これを1オクターブ上 Em、 このソーですね、1,2,3,4,5,6,7 フレットのミで3フレットのソ、これだけなんですけど、でもなんかこうこうやって揺らしたりこんなことしてますね。でこれあのエアロスミスの原曲ではこんな風にはやってないと思うんですけど、僕はちょっとかっこいいと思うので、これあのこれあの今オーバードライブかけてるから歪んでますけど、今切るとこの